ディスカッションですね。何をディスカッションに持ってこようかと思ったんですけども、この辺が一番考えやすいかなというか、考えてて面白いかなというのは、一口料どうするか。ね。一口料考え方として、少なくするという考え方と多くするという考え方があります。まず、一口料を少なくするメリットを考えていく。一口料 3cc 程度とする方法があります。教科書にも載ってますよね。で、こういう考え方っていうのは、どういった症例でどういう効果があるのか。そして、3cc 一口料っていうのは、どういった方法と組み合わせると相性がいいのか。ということですね。ちょっと考えてみましょうね。従来なかなかね、こういう 3cc っていうのはそのまま受け入れられてて、どういう適用があるのかとか考えることがなかったんですが、いろんな方法が出てくる中で適用を考えていくことができるようになってきている。タラ君どう？そうですね。まあ、3cc にする必要がある症例ということですよね。そうだね。そうなると、まあ、一つ目はその誤嚥防止のためなので、嚥下反射邪気が遅かったり、咽頭部に水分を溜めれる、嚥下反射邪気が遅くて、かつ、水分を溜めておけるスペースが少ない方だと、一口量が多くなると、嚥下前に誤嚥する可能性があるので、一口を少なくして対策したりということですかね。いいですね。一つ目の話、適用っていうのが、咽頭の貯留スペースが少ない人、3cc とか少ない人に対して、少量にすることで誤嚥リスクを減らしてあげるっていう考え方ですね。他に何があるか。そうです。こう、今のね、貯めるという方法。で、逆に言うと、あんまり通らんという人もいるわけですね。食道通過が悪い方であったり。そうだね。食道通過が悪い人って、こう、通る量がある程度決まっちゃうんだよね。狭いもんだから、一定時間の間に通れる量が少なくて、例えばそれが 3cc 程度であれば、3cc ずつじゃないと、どんどん喉に溜まってっちゃって、最終的に溢れることになりかねない。そういう人だと、姿勢としてはどういう姿勢との組み合わせが良さそう？はい、そうです。そういった方ですと、側外姿勢そがうだ良さね。そうです。うん、通ってくる量少ないんだけれども、毎回同じだけ通ってくれればいいけど、もしかしたらちょっと通る量が少ないってなると、どんどん咽頭に溜まってくる可能性もあって、そうすると咽頭貯留スペースが多い方がリスクが減ってくるので。側外をうまく使っていくっていう方が良さそうなケースなんですね。まあそうすると、貯留スペースが少ないような食べ方、例えば座位だとか後傾座位で食べてるっていう時に、それでも誤嚥しないようにするためには、下咽頭、微嚢関王だけで溜めれるような量ってなってくると 3cc ぐらいかなっていう考え方がある。少量ずつ、まあ、ベッドアップとかで食べていって、口腔咽頭に水を通すことで、まあ、口や喉の汚れを少しずつでも取っていって、で、肺炎リスクを減らそうっていうようなケースですね。なかなか適切な食べ方がわからないようなときに、それでも肺炎リスクを減らしてあげたいっていうようなときに使われるようなものだと。で、もう一つの食道ニューコール外来不全については、これはとても専門性が高い話、真逆の話なんですね。食道ニューコール外来不全に対して、通過量までちゃんと分析して、何 cc はとろみなしだったら通るから、何 cc ずつ飲んでくださいっていうような、非常に、繊細な指導をすることになってきますね。さて、次に。一口量を少なくしたときのデメリットは何？まず、一口量 3cc なので、ちょっと感覚の入力が、刺激が弱くなるので、感覚の入力が
弱くて電気反射邪気が起きない可能性がそうだね。やはり感覚入力があって初めて反射が起きるので、口腔内のその条件反射なんかも同じだよね。十分な感覚入力がないと送り込むっていう動作が出ないかもしれない。咽頭に入っていた時も嚥下反射が起きないかもしれないということですね。他には何かある？食事摂取している方であったら、摂取時間はかなり長くなってしまうので、そうだね。水分と栄養と合わせて、1食に平均 600cc ぐらい取らなきゃいけないとすると、一口 3cc ずつだと、100口。そうだね、200口食べなきゃいけないことになるということで、結構な時間かかるんだよね。そうすると、必要栄養を取るには、一口の 3cc っていうのは、あまり現実的ではないということになってしまいます。ちょっとずつでも解除する、それだけの時間をかけれるっていう方がいるときにはいいんだけど、なかなかその医療機関だとか福祉施設とかではそこまでは難しいので、在宅でしっかりね、くっついてやってくださる方がいるときにはいいけれども、そうでないとなかなか成立しない方法になってしまう。そのため、経口以外の栄養手段を、考えていく必要があって、胃ろうだとか、警備チューブだとか、CV だとか、そういったものが併用ということになってくることが多いですね。さて、真逆ですね。今度、一口量を多くするメリット。当院では一口量を 10cc から 20cc で設定することが多いと思います。こういう設定というのは、どういう症例に対してどういう効果があるのか。また、どういう方法を組み合わせたらより効果的なのか。じゃあ、原君どうぞ。はい、方法面、照明に関しましては、嚥下反射邪気が早い方であったり、口腔内に多量に入ってきたとしても、咽頭になる、口腔内でしっかり水分などを保持できる保持方できる人。であれば、早期に流れ込んで、誤嚥するリスクはないので、そういった方でしたら、一口量が多くても良いのかなとなるほ思ど。います。口腔の機能が比較的良くて、咽頭に入ってくる量を自分でコントロールできる。いつもやってるようなケースっていうのはどうだろう。そして方法としては、食外姿勢をとっている方ですと、一口量を増やした際にも、そこまでリスクは少ないのではないかなと思います。そういう人たちっての口腔機能は必ずしも良くははないでなすいでね。す。はい。そうすると、一口を多くするメリットっていうのは、振り返ってみると、どういった症例になるのかな。先ほどの話でいくと、食事摂取の時間が長くなってしまったには、評価した上で有効なのかなと思います。なるほどね。はい。そうですね。従来の方法で、やってたときに、食事時間が長くて十分な栄養は取れないっていうようなときには、一口量を増やす方法について検証してみる必要があるということですね。まさにそれは重要なポイントで、僕がね、なんでこういう方法に行き着いたかっていうのはそこで、一口を 3cc というふうに教えてもらって、ちゃんとそれを再現しながら治療していくと、食べれるようにはなるんだけど、十分な栄養を取れる人が出ないんですよ。嚥下障害治療を一生懸命やっても、楽しみ程度の嚥下にとどまってしまって、必ず胃ろうを作らなきゃいけなくなる。なんとかならないのかってことで考えたときに、これ、一口量増やす以外に方法ないんじゃないかなっていうところについてきた。で、じゃあ、一口量ってどうしたら増やせるのかなっていうので、分析してきたわけですね。で、一口量が増やせない理由っていうのを先にありましたので、どういう時かっていうと、咽頭の貯留スペースが狭い時、そうすると、咽頭の貯留スペースを広げさえすればいいんだったら、即買いでいいじゃん、ということですよね。そうすると、一口量を増やしても大丈夫。で、食道入構造改善が悪いケースだと、一口量を増やすことが難しい。
ってなると、食道入構造をできるだけ解体させるように、バルーン砲だとか、手術だとか、で、通過量を増やしていくことで、一口量を担保できるようになってくる。そうなってくると、ほとんどの症例で一口量を増やしても大丈夫になってくる。ということですね。では、逆にですね、一口量を少なく、ごめんなさい、多くするデメリットですね。一口量を多くするデメリットっていうのはどうなのか。一口量10から 20cc 程度にした場合、どういった問題が考えられるか。これは多くですね。あ、これ多くです。なんか、出来損ないの竜みたいになりましたけども。一口量を多くするデメリット。ね。どんなことが考えられるでしょうか。そうですね。問題としては、まず姿勢が座位であったり、キャッチアップがちょっとためられるスペースが少ない場合ですと、嘉年華発射前にためきれずに誤嚥する可能性があるとか、あとは同様に食道入構部が開かない方ですと、1回の通過量が少ないので、通過しきらなかった分に関しては、イントにたまるので、誤嚥リスクにつながってしまうと思います。そうだね。嚥下障害で専門的に関わらなきゃいけなくなるパターンっていうのがいろいろあるんですけども、大体座って、常食食べれる人は嚥下外来来ないんだよね。で、座って、まあ、ペースト食とか、咀嚼対応食で食べてっていう人もあんまり嚥下外来来ないんですよ。で、どういった時に来るかというと、座って本人が食べたいものを食べて、それで窒息しかけたとか、熱が出たとか、むせるとか、そういうような時に来るんですよね。で、そうすると、座って本人が食べたいものを食べるっていうことが成立しない人たちなんですね。そうすると何か変えなきゃいけない。食べるものを変えるのか、姿勢を変えるのかっていうのがまず考えられるところで。で、その中で能力が回復してきたら、座って食べたいものが食べれるかもしれないというふうに、時間をかけてやっていくわけですね。そうすると、座って食べたいものを食べるときに、まあ、誤嚥のリスクがあるっていうのが、一つはですね、嚥下リハを受けるきっかけなんですよ。で、そこすごく大事で。逆に考えると、一番初めに座ってこれやってほしいって言われるのは、それは当たり前なんだけど、それはできないのも当たり前。そこのニーズに達するために、一回、こう、代償方法を使って、そこから持ち上げていくっていうことを納得してもらうことが大事になってくるんですね。その時に食材による代償、ゆっくり流れるもの、咀嚼しなくて済むものということで、ペーストにして、泥水を強くしていくっていう形にするのか、あるいは食材に関して、あるいは食事に関しては、できるだけ本人の希望に沿った形にして、即買いで食べるのかっていうのが、大きな、まあ、二つの方法。他にも細かくありますけれども、大きく分けるとその二つの方法から入っていくことになるんですね。一口量を、多くすることのデメリットがある、あるいは座って一口量を多く食べることにデメリットがあるからこそ、嚥下治療が始まる。ということです。さて、簡単に一口量の話をしておきます。一口量が少ないと咀嚼や送り込みが生じにくい。反射ジャッキのための刺激が少ないんですね。一定量の方が有効なことが多い。多めの一口量の方が咀嚼だとか送り込みが生じることが多いです。逆にあんまり口に詰めすぎると、かえって動かなくなりますので、適切な量がどれぐらいなのかということを一人一人確認していく。で、疑問として、1回接種時間は一口量では変化しないのかと。例えば、3cc ずつ一口入れたときには、一口当たり10秒で飲めるのに、10cc 入れたら1分かかるんだったら、3cc ずつ飲んだ方が早いんですよ。それはどうなるのか。
これは障害のパターンによって変わってくるんですが、一口量が多くなるとどう変化してくるのか。口腔器障害、口の障害の場合、咀嚼要求量が多いものについては、一口量を増やすと時間がかかるようになる。有効な咀嚼が早くできなくなるので、口の中に咀嚼するものが増えれば増えるほど。まあ、ピーナッツ口の中に山ほど入れたら、いつまで経っても飲めないですよね。そういったことが起きてしまう。一方で、咀嚼が不要なものに関しては、もうあと送り込むための刺激が入るかどうかなので、一口量を増やして、咀嚼がないという、まあ、送り込みの反射が起きる。閾値まで行ってれば、すぐ送り込めて飲めるので、咀嚼不要なものについては早く飲める。なので、口腔器障害の場合には、咀嚼が必要なものか必要じゃないものかということの見極めが大事。その意味では、まあ、例えばお粥を咀嚼する人なのか、咀嚼しない人なのかっていう見極めも大事になっている。で、次に、咽頭器障害ですね。咽頭の問題なんですが、大きな固形物になりますと、まあ、収縮が悪かったり、反射が悪かったりすると、これは危ないんですね。喉外に引っかかってくれればまだいいけれども、引っかからなければ窒息のリスクがありますし、引っかかっていつまでたっても流れていかなければ、それはそれでいつまでたっても飲みきれないということになります。そうすると、大きな固形物に関しては、あまり一口量多く、ね、10cc、20cc で入れるというよりも、ちっちゃくして入れてあげた方がいい。3cc ぐらいずつ入れてあげた方がいいことになりますが、一方で滑らかなものであったり、咀嚼しなくてもいいような全粥であったり、そういったレベルになってくると、今度は引っかかりが少なかったり、咽頭収縮が起きた時の変形能が高いと、残留の仕方が極端に増えることがないので、一口量が少なくても多くても咽頭残留がほとんど変わらなくなってくる。そうすると、咽頭障害としては、滑らかなものであれば、嚥下に必要な時間というのはほぼ不変と考えることができる。そうすると、一口量が多くなれば早く食べれるってことになってくるんですね。で、最後に食道入口部の解体不全なんですが、これはまあ通過障害、流れるスピードの問題があるので、まあ、そこの通過が良くなっていない限りは、一口を増やすと、喉にどんどん残ってきてしまって、喉に残ってから嚥下をすると、案外通過が悪いんですね。口腔から咽頭、下咽頭、食道っていう、そのスピードを上げてきた時の方がさっと流れていくのが、下咽頭に一回溜まってしまうとなかなか通過がうまくいかないことがある。それは初速の違いなんですね。食道入口部に入ってきた時の初速がある方が短い時間の間にさっと流れてくれるので、一回溜めてしまうとちょっと難しくなることがあるんですね。そういうことがあって、食道入口部改善不全については十分に食道入口部が開くまでは一口量を増やさないということが正解になっている。まあ、まとめると、基本的には口腔器障害、咽頭器障害は咀嚼が不要なものであれば、どんどん一口一口の時間が短くなる。なので、まず回復するためにたくさん食べてもらおうと思ったら、咀嚼しないで済むようなものを、どんどん量を増やして食べてもらえばいい。そこから咀嚼が必要なものであったりだとか、大きな塊であったりだとかっていうふうになってくると、時間がかかるようになってくるので、食事時間をしっかり確認しながら進めていかなければならない。で、また、食道入口部改善不全は、バルーンだとか手術で、通過が良くなるまでは少量ずつの摂取ということですね。納得いただけたでしょうか。はい。ありがとうございます。では、